スナック偏愛にようこそ。まあ残念ながら後期に入っちゃうと、まあこういう女房たちの作品っていうのはどんどん希薄になっちゃって、そうですね、男性の肝心政治の人たちがあとどんどん書くようになっちゃって、でここは なんで希薄になった、一番大きい摂関政治がやっぱり終わったから。そうですね、だんだんなんか、はい、摂関政治の後なんだっけ、内乱がいろいろ起きて、あその後そ中世にどんどん入ってっちゃうんで、そっかそっか、やっぱ男性中心になるよね、うん、そうなんです、うん、力が入ってくるから、今まではやっぱり安全安心なところで女性がね、いて、だから文化も花開いたけど、やっぱパワーバランスが変わったから、はい、残るのも男性のものが多くなっちゃったっていう、というよりも中世、そうね、中世のね、その戦乱の時代のつながる手前の状態って言ったらいいですかね、うん、混乱期だね、はい、面白いものも多いんですけど、うん、今昔物語集であったり説話集とか、まあ、いろんな、庶民の世界とかも描かれるようになったそうです。うん、そっか、今まではどっちかというとその囲われた枠の中でのねキラキラドロドロしてる世界がメインだったけれど、そうですね、まあそれの枠が壊れていって、それ以外の地方の、うん、で地方のその人たちの話とかが残る流れっていうのがあったり、まあそれだけ、いろんな文化が、下地もなんて言えばいいんでしょうか、貴族以外のところにも広がっていく、まあ歌謡っていう形では昔からあったので、神様に奉納するお神楽とかあったりするので、そういうところでやっぱり地域ではいろんなことをやっていると思われます、うん、そうだね、うん、はい、周囲和歌集とかサイバラだったりとか、なんか風俗あずま遊び歌とか風俗歌とかいろんなものがあるんですけど、うん、あとはそうですね、今用という歌謡が平安時代末期にはめっちゃ流行ったそうなんですけれども、それはどういうものなの。八五調七五調の四句体を基本とした訪問歌田歌などっていうことなので、うん、文楽の元みたいな感じですかね。白拍子とかも、あ、そうですそうです、あの今を歌う、なんかあの今神社とかで最近ちょっと復活したりしてるんですけど、なんかあの女性で烏帽子をつけて、うん、なんか貴族の装束みたいなのを着て、はいはいはい、あの歌いながら舞うっていう、あれかな、うん、のが静か御前とかがやってた感じのやつ。あ、そう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 、なんかそれも今ようやった気がする。あ、そうなんだ。ちょっとね、わからない方はね、あのどうする家康の静か御前の舞をね、YouTube でググってくれれば出てくる。さっき中世につながるとこですけど、後、うん、白河院が今ように傾倒したそうで、両人秘書っていう20巻を編纂して、今ようをいっぱい集めたんですよっていう。うん、こともあります。でもやっぱりそれがね、編纂して残してくれてる貴族っていうか、はい、上の人たちがいたからやっぱ残ってんだろうね、その記録としてね。そうですね、ということで平安中期まで来たんで、うん、源氏物語の話入ってきますか。そうね長かった長かった、紹介しきらなかったんですけれども、中古の中に和歌があったり、漢詩文があったり、物語があったり、歴史物語があったり、紀貫之の日記文学だったりとか、うん、泉式部日記があったり、日記文学があったりしています。はい、
はい、さて、はい、物語文学というのを、うん、中から源氏物語を見ていきたいと思うんですが、中学校で最初に出会う物語文学覚えは終わりでしょうか。物語文学ってどこの時代から始まってんだろう、そもそも。あ、古事記とかもそうなるのかな。あれでも違うか、物語 文学しちゃいけないのか。これはね、そう、これはね、これはね、うん、中学校の1年生で皆さん、うん、かぐや姫竹取物語やると思うんですけど、はいはいはい、うん、はい、これが、一番最初の物語文学になります。 SF ね、はい、そうなんです、うん、一大 SF で、あ、そう、そうな、 SF なんですよ、うん、SF だよね。でファーってやってくるもんね、月から。最後月ファーって帰ってくる。そうなんです、うん、竹取物語があって、伊勢物語があって、大和物語があってっていう、それらのすごいいいところ全部を源氏物語が全部まとめてって深めたっていうのが、はい、源氏物語の立ち位置になるんですけれども。お、いきなり結論がバーンって出たけど。あ、そうなんです。あの、もうだらだら長くなるとすごい嫌かなと思って、はい、うつほ物語とかも、なんだっけ、漫画になってますね。これもそうですね。でもなんかそう考えてすごいんでだね、紫式部が。だって知ってたってことでしょ、だってそれが。そうなんです。それまでの物語を読んで味わって、うん、そうよね、あ、踏襲してるってことだね。新しい世界に、そうなんです、うん、こう上げていくんですけど、うん、の前に一回古事記の時代に戻りたいと思うんですけれども、はいはい、まず、はい、竹取物語で、さっき SF って言ったとおっしゃってくれたと思うんですけども、外部生命体であるかぐや姫は人間世界での親子の情は結べたけど、男女の愛っていうのは結局見つけられなかったじゃないですか。そうだね、男女の愛の儚さ、うんうん、脆さがあって、うんうんうん、全てとの別れっていうSF 的な結末だったんですけど、ね、これってめっちゃ結婚拒否じゃないですか。うん、うん、そうだね。だってすげえ無茶ぶりしまくってたもんね。そうなんです、婚約者たちに、うん、結婚を拒否するっていうのが、うん、古事記にもあるんですよ。あ、そう、はい、結婚難大胆って呼ばれる大穴の無地の話っていうのがあるそうなんですけど、すごいね、もうすでにそんな最初からドロドロ。そうなんです、ドロドロっていうか、そうなんですよ。じゃあ竹取物語も古事記を踏襲してたってことになる。はい、いろんなところを踏襲してますけど、まずその結婚っていうのが、うん、古事記の一番最初が結婚じゃないですか、うん、結婚して国作りをするし、うん、まあね、万葉集の最初も子もよ子もよって結婚参加なんですね。へえ、うん、そうなんだ、うん、そうなんです。そこのところを全否定するっていうところがすごいですよね、まず。はあ、なるほどね。国作って、古事記なんてね、その日本国の成り立ちの話の一番最初の部分をこううっちゃりってやってるわけでしょ。そうなんです。ここまでで伝記上の和歌のルーツってなるのが、古事記の中の八雲立つ出雲八重垣妻ごみに八重垣作るその八重垣をっていう、これは奥さんのために八重垣をどんどん作ってるっていう、まあ結婚いいよねっていう歌なんですけど、こういうのを全否定していったわけですね。鼻拭いちゃった。うん、なるほど。さっきその摂関記枠の中で生かされつつっていう話をしたと思うんですけど、ま、女の結婚、女の幸せって結婚なのみたいなことをこう言ってるところが面白いかなと思います。で、古事記のさっき出した大穴の無地の話が、大穴の無地と捨てリビ姫のところ、まあ、これはそんなに結婚した後の話なので竹取物語とはちょっと違うんですけど、ベースになるところが
はいはい、あるよねっていうところです。ただここちょっと熱いんですけど、はい、あのちょっと内容紹介したいんですけど、うん、あなたは男ですから、いろんな島にいろんな素敵な妻がいらっしゃるんでしょうか。私は女ですから、あなた以外に夫はおりませんっていうことをね言ってるんですよ。めっちゃ可愛い話が載ってるんですけれどもまあちょっとで様相が違うんですけれども、こんな感じで、結婚難題談というのがでルーツとなって出ておりやす。はいはい。これは誰が書いたっていうのが分かってないんですけど、竹取物語は。でも比較的身分の低い男性の肝心かなっていうふうに、うんうんうん、あー確かに、うん、竹取物語作者不詳って書いてたりする。そうなんですここね幸せな結婚ができなかったのかもしれないですね、うん、この人。でもすごいね、外部生命体。外部生命体すごくない？もうすでにそのイメージがあったっていうなんかすごくね、月、ね、からやってきたっていう、うん、男性が書いたんですか？男性が書いたんじゃないかなっていう風にされてますね。女性の葛藤を書けるんですね、すごいです結婚してって感じ。身分が高い状態じゃなくて低かったから、この時流に乗れなかったかもしれないですね、この人が、作者が、いろいろうまくいかなかったのかもしれないです、なんてちょっと勝手な想像をしますけれども、うん、あとは誰かの噂話まとめてね書いてたりしたかもしれないですね、伊勢物語。伊勢物語は歌物語なので、はい、うん、作者未詳とされているんですけれども、これは在原業平が書いたんじゃないのっていうふうに受け止められておりました。うん、そうね、イケメンと言われる、はいはい、有原の成平がさまざまな恋物語、貴族男性の一生を書いて、書かれているっていう感じですね。そうだね、これは男性の主人公の恋愛を中心とする一大奇跡物語って今ウィキペディアに書いてそうです、ね、ほぼ和歌に書いてんだよね、うん。有原の成平さんは紫あの源氏物語の、ね、モデルになったんじゃないかと噂をされる。そうなんです、光る浮き名を流した光る君なんじゃないかって言われてます。はい、古今集をはじめとする、はい、直線和歌集にいろんな作っていうのがここで一致するものがあったりします。うんうんうん、ここではうーん、伊勢神宮に仕える国家最高の巫女である西宮と密通する話とかね、ちょっとワクワクします。何やって？そこ詳しく。69段だそうです。69段にあるんで、さらってみてください。それやばいじゃないですか、西宮は。ダメじゃん。そう、ダメじゃん。ね、国家最高の巫女に手を出したんじゃないか。しかも巫女ってね、あれ、綺麗な体のままじゃないとダメ。ね、そうなんですよね。神に、うん、結婚祭に入っててね、ありますね。ね、うん、手出しちゃいけないよね。うん、乙女じゃないといけないのに、まあまあなんやってって思って、ちょっと後で探そう。ああ面白い。はい。すごいね。うん、まあ他に。二条の妃との恋物語があったりとか、十代前の裏若い妃との許されない恋とか、何やって大体基本許されない愛してない。いや違うんですよ、こっちがベースです。これをオマージュして紫式部が源氏物語に書いたっていう。いやでもすごいね。そうなんです、うん、そうなんです、そうなんです。文集法もびっくり、まそうそうそう、そう好きなんですね、そういうのがね、好きだね。まああったんじゃないかっていう疑わしい噂があったんでしょうね。そうだね。うん、二条の妃とのロマンスとかも、高貴な女性との恋として源氏物語のモチーフになってる。うーん、なるほどね。さっきのとは違ってまた
高貴な文化、高貴な女性です、うん、いや高貴な女性です、うん、高貴な女性としちゃいけないことしてるっていう、うん、そう秘密のね、はい、そうなんです、秘密のラブの話がここも、うん、まあエッセンスとしてもその源氏物語に、そうですね、繋がってる、うんうんうん、あとは23段つついつつっていうものかなの段では、思春期の男女の初々しい恋っていうのが、夕霧と雲井の狩りの幼い頃からの恋に近いよねっていうのがあったりとか、うん、このうぶな感じは樋口一葉の竹比べのあのあれですよね、お坊さんでしたっけあれ、うんね、小坊主さん、そう小坊主さんとの好きって言えない恋、うん、みたいのもここからもエッセンス取ってるよねみたいながありますね、うん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 、と大和物語っていうのがまたこれ出るんですけれども、はいはい、宇田上皇周辺の女房たちの歌語りを中心としてなったと言われていて、うん、先ほど紹介した伊勢物語よりはもうちょっと散文が多い、うん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 、と、地方の伝承があったり、地方に関するもの、宮廷に関する物語があったりして、うん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 、どっちかっていうと散文の方を拡大していっている。これはそうだな、物語の書き方がより物語調になっていったよねって言ったらいいんですかね。へえ、そうなんだ。そうなんですよ、ま、テキストの作り方がまたここで進化しました。うつほ物語、落ちくぼ物語、こちらが20巻からなる長編物語なんですが、シンデレラストーリーになります。あら、じゃあ最後はハッピーエンド？ちょっと説明しますね、うん、天人から琴を授けられて、うん、曲を学んだ清原の年影がその娘の学んだ娘が、うん笑っちゃった、すいません教えて主観の年影の間では橋国に至った藤原の年影が天人から琴を授けられてその秘曲を学び、その娘が藤原の金政に知られて中忠を産むが、彼は幼少の頃母と北山の大樹のうつぼで生活し、母からことを学ぶという空想的で超自然的な色合いを帯びた物語が語られる。は？え？SF っぽいですよね。うん、でその後、はい、宮廷生活の話になるんですけれども、このことを弾けることに優れてるっていうのが、うん、神とか仙人とか、 なんか王権に関わる音楽をめぐる物語って感じなので、音楽の好きな人はちょっといいかもしれないんですけれども、うんうんうん、まあそれで評価されるっていうところがシンデレラストーリーって言ったらいいですかね。あーなるほど、他の背景とかじゃなくて、こと一本で、ことで、こと一本で引き上げられるっていうのが、のがうつほ物語です。はあ、確かに当時はね、やっぱその貴族的背景とかそういうのがないと才能で切り開いていく、道を切り開いていくってことですかね、うん、ある意味一発逆転というか、うん、なさそうだね、一芸入試みたいな、うん、当時はなさそうだもんね、そういうのはね、うん、うんうんうん。で落ちくぼ物語は落ちくぼの君と呼ばれてママ母にいじめられた美しい姫が、はあ、少婦少道よりと幸福な結婚をするというシンデレラストーリー。いじめの場面があれですね、源氏物語のね最初に出てきたと思うんですけど、でシンデレラでもあるもんね、買いかぶりの娘と呼ばれ、はいはい、ママ母、大体ママ母にいじめられて、でも見染められて、見染められたおかげでさらにいじめ抜かれて、すごいですね、すごいよね怖いね。いや、男は女を不幸にするっていう
ところがね、散りばめられてるエッセンスがどうも読まなきゃいけないなっていう気にさせられますけれどもそうね、まあ、というわけで以上述べてきた物語のさまざまな手法をギュッと集大成したのが現地物語です。確かにエッセンス的には散りばめられてることが感じがするよね。全部私も全部隅から隅まで完璧に読んでるわけじゃないけど、読んでるわけじゃないけど、この時代の物語文学は源氏物語を読めば大体踏襲されてるっていう、それすごいよね、ことですよね。本当に紫式部ってほら頭良かったって言われるじゃないですか、賢かったってね、言われてるけど、それがちゃんと出てるよね、はい、集大成なんだね本当に。そうなんです。自分が勉強してきたこととか、そう、ね、ここで学者の人がしっかりまとめてくれてあるので読みますね。はい、あの伊勢物語に代表される叙情的な歌物語の系譜と、竹取物語、うつほ物語などのフィクション性および写実性といった作り物語の流れが一つになって、で光源氏とその子孫3代にわたる長編物語が生まれたわけです、と深い人間洞察に加えて自然描写にも 特色があって、あの風景の描写にとどまらず人物の心象風景まで高められている点で一時代を隠すものであるということで、というところが源氏物語のすごいところ。だから源氏物語読んどけばいいよ、いいよその言い方、その時代の文学のことが大体わかるよってことだね。すごいよね、そんな本だって今なくない、ね、あんまりなくない、ごめんなさい、なんかすごい別にないけど大体この時代のことをこの本読んどけばわかるよっていうのってあんまり、勉強してこなきゃ書けないと思うんですけど、勉強してきたっていうのがすごいですよね。今ほど本が簡単に手に入るわけではないけれども、しかも、夫と、夫と死別してその後少子に仕えて、その死後間もなく着手っていうのが、マジで短力があるとしか言いようがない。そうね、今多分、今大河だと多分旦那さんになるであろう人が佐々木蔵之介さんなんですけど、そうなんです、来週ぐらいかもしれないですね。あ、じゃあこの後怒涛の子供を産んで夫と死別して、そうそう、女の子があーってなりながら書いたってことですね。まあ蔵之介様と死別するんだから、それははーってなるよな顔で見ないでください辛かったんでしょうなってすごい思うよね。うん、打ち込む理由があったんでしょうね。うん、書いてみたら当たっちゃった。最初に紫式部が源氏物語なんか調べてた、はい、最初に読んでたの自分のその近親者だけだったっていうね。そうですね、周りの人だけで、そしたら超面白いじゃんみたいな、うん、何これって言って勝手にこう写本されて回ってたっていうからなんです、すごいよね、藤原の高末の娘とかが読みたい、手に入れたいって言って写したみたいな逸話とかね残ってますもんね。そうって聞いてすごくない、最初なんか近くでさ同人誌作ってねこう言っててさそうめっちゃ面白いじゃんみたいな、そうコピーしても回してよみたいな、新刊一年のみたいなって感じでしょ。でみんな手作りでこう書いていくっていう、それがすごいよ ね、 そうね、コピーしないしねいろんな版があるみたいな言いますよね、なんか何系の写本何系の写本みたいな。あ、そうなんですよね、なんか誤字とかね筆跡とかそういうところって見るんですよね、写した人の系統が違うからなんか微妙に違うものが残ってるみたいなのを聞いたことある。面白いそうだよね、色が出てきちゃうもんね、完璧に多分写して超大変だからさ、見やみたいなとか、おそらくこうでしょみたいなとかが出るってことか、それは面白いね、それは出るね、色がちょっとね、この人こいつのことあんま好きじゃないみたいなさあるんだろうね、そう考えて、
すごいな、うん、そうなんです。親子3代ってすごいですよね。んあんまりなんか光源氏だけかなと思ってたけど、うん、光源氏からまだ孫までってことですね。そうそうそう、孫全部、うん、全部イケメンだったっていう設定だったそれだけ長編にしてほしいっていう要望が周りからあったっていうことなんですかね。なんか人気がどうなんでしょうね、なんか自分の書きたいがあったのか、まあ、確かに、ね、両方あったのか、うん、まあ、明らかに宇治十条は続編なので、うん、またでも古典ラジオでも、うんうん、ね、宇治十条は3部作、はい、2部作、じゃあ簡単な構成を言うと、うん、簡単な構成、うん、54条からなるっていうのはまあ有名だと思うんですけど、うん、お父さんの桐壺邸と桐壺の行為が出会って位が低い人だったので、うん、めっちゃいじめ抜かれるけれどもお父さん愛してるよっていう桐壺の感で光源氏が生まれる、うん、で光源氏がその嫉妬渦巻く女の中に生まれて何も起きないわけもなく多彩な恋とか、はい、剣謀いろんなものが渦巻く宮廷貴族社会の挫折と栄光を描いて、うん、源氏自身の死を予感させる巻までの41条が正編です。で、うん、源氏の正妻女三の宮と柏木との密通によって生まれた薫と光源氏の孫仁王の目あ源氏の孫仁王の宮を主な登場人物とする物語が続編の宇治十条ですね、うん、なるほどね。じゃあ続編もうスピンオフよね、はい、うん、スピンオフこれもまたいいんですよねそう要はメインで書いたけどえみたいな、さらにもっと見たいってねそもっと見たいみたいな、しかもスピンオフの主人公がさあそこの子供なんだみたいな感じ。そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんかさ、そうあのごめんあの聞いてる人で読んでない人もたくさんいるから。いやネタバレすいません。ネタバレすいませんなんですけどまあ読んでくださいもね1000年ぐらい前にできてネタバレなんだけど。そのやっぱ源氏物語のメインってやっぱ紫の上とかさその一番愛した人が、うん、まあいるんですけどそこの、うん子供とかが主人公かなと思いきや、え、なんか、え、ちょっと合間に失礼な言い方だけで、ちょっとつまみ食いしたぐらいの女性との間にできた男の子。うん。これは縦軸横軸で説明ができるんですけれども、源氏物語は、はい、紫のゆかりの物語って呼ばれてるんですけれども、霧壺の行為、霧の花の紫、それから富士壺の紫と紫式部の紫と紫のゆかりって言われて愛されるヒロインの系譜をたどっている。あと正妻の女三の宮も一応富士壺の名なのでその紫の流れにあるんですけれども、まあ、紫のゆかりはそうまあでも霧壺の行為の面影ですよね。お母さん母なるものを求める愛の物語と三つし三つされるという禁忌を犯す物語のこういう縦軸と横軸っていう横軸っていう感じで、はい、縦軸濃すぎないと思うけどまあねちょっとねあの猫さんの時にまたねちょっとそうですね源氏物語についてはこってり話すけどディティールの楽しさについてはねまあうん、でこの紫のゆかりの物語を嫉妬っていう増幅装置でめっちゃ面白くしてくれるのが六条の宮住処なので、六条の宮住処はみんなあのぜひ彼女の心境になって読んで体験してほしい。死骸の女のところに行くってつって言ってこう念が飛んでいく、とっても楽しいよね、うん、そこに多分全女性は一旦こう共感爆発するしますし彼女自身はすごく理性的で頭も良くてそうすごい美人だった、そんなことはしないって思ってるけど心は勝手に飛んでいくっていうところがねいいですね。年上なんだよね、うん、そうなんです、ね、7つぐらい上なんだよね確か。そうだよね、そうなんですよね、うん、まあこういうところであの光源氏の一代記っていう構成を取ってるけれども多くの女たちのそれぞれの生き方とか、うん、愛の形っていうのが多様に描かれてる。そうそうそう。そうね。光源氏の視点だけじゃなくて、女性からの視点も結構入ってて、そこがまた。そうですね。あの、
それこそ幸運で夫を亡くして書いた紫式部が何を考えながら書いてたかっていうと、やっぱりいろんな女たちを肯定しようって思ってたんじゃないかなっていうのを感じますね。なんか自分が枠の中で生きてるっていうこともあると思うんですけれども、生かされつつそれがはらむ矛盾なんかもどんどん書いていきたいというか、うんうんうん、っていうあたりが激アツなところかなと思います、うんうんうん、と、そうですね、紫の上に関しては、紫の上ははい、で書きたかったことっていうと、愛されようとも虚しくて自分の存在証明をどこに求めたらいいのかっていうことが彼女には挙げられると思うんですけれども、紫の上はあれよね、要は源氏がめでた、はい、一番愛した、はい、けど結婚制度の中では満たされることがちょっとなかった、そう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 、ざっくりネタバレをもう知ってしまうとあれよね、要は自分の子供の自分の一番好きだった人と似たような同じ顔をしたと言われる子を育てる、ね、うん、有名な話ですけど、うん、光源氏は自分の理想の女を作るんだよね、マザコンですね、いわゆる、それが紫の上なんだけれど、その彼女は正妻にはなれないんだよね、そうなんですよね、うんうん、まあ愛されることは別に幸せとイコールじゃないっていうことがよくわかるかなとは思いますが、うん、ということで源氏物語はこんな風に紫式部がその時代の女の多様性っていうのを描いた作品っていう風にも撮ってもらえるといいかな、うんうんうん、ここまでのそのそうですね、物語文学の集大成として確立したっていう風に捉えてもらえればいいかなと思います、うんうん、はい、以上ですあの話をしてほしいかも、この間に日没さんと打ち合わせしたときに最後から、はい、あの仏教の文化と重なってくる源氏物語って最後の方は、あ、そうですね、うん、仏門にみんな下ってくと思うんですけど、うんうんうん、女性たちがそうね、最後みんなはね、うん、そうなんです、だからその男の人にもたらされる幸せだけじゃないよっていうことをみんななんか受け止めて、結局その神の慈悲にすがるじゃないですけれども、うん、まあ仏教観的思想がこうねあるんですよね、となんか文学的位置としてはすごく雅な王朝世界っていうところに目が行くと思うんですけど、その後に中世が待ってるっていうこともあると思うんですけど、うんうん、紫式部自身が過酷な恋愛と一緒だったっていうこともあって、かなり諦めたというか仏教観的な受け入れた、この状態を受け入れたような、そういうものがでそこに流れてる状態で、源氏も光源氏自体もいろんなものに翻弄されたけど自分もそこに身を寄せていこうかなっていうラストが私としては割と救いなんじゃないかなって感じます。当時のね仏教観が出てるよね、そうなんです、うん、なのでチャラい男が浮き名を残したみたいに取られると、うん、もう反射的にプチッときちゃうところがお前ら分かってんのかみたいな気持ちにちょっとなっちゃうんですけど熱い声に少し冷めた目で見ながら、ね、いやめちゃくちゃ冷めた目で冷静な目で見なきゃとこんな物語書けないと思うんですけど、うん、そうね、はい、そう多分古典ラジオの方で紫式部やると思うから、うんうん、でもだいぶ悲しいね悲しいというか結構寂しい人生を彼女自身送ってるから、名前が残ることもなく誰かの家庭教師として生きて、うん、だからね名前残ってるのすごいね、名前というかその形としてでも、そうですね、うん、として残ってるから、でも本当にね女性の文学流行ってるね、あのよく比較対象として清少納言がこう、はい、出てくるけど陽キャと言われる清少納言いろいろ発信できるいい時代だったんですかね、
やってみると、うん、この頃なんかそれが楽しみみたいなところあったよね。あとはそうですね、この平安時代の終わり頃、霊勢天皇の頃にあの仏教として末法に入るっていうことがあったので、うんね、世界では仏教観かなり末法思想が広まって、はい、いって、うん、文学も武士社会になって男性的側面が強く出て、うんうん、文学が変わっていったっていうところで中古の時代が終わっていきます、うん、末法思想です。今末法の時代だもんね。 Now 末法、長いね末法長いね末法って言っていきますでしょよね、うん、だからそういうのじゃなくて別の文学になってったっていうの面白いよね、やっぱり。はい、あちなみに陽キャ枕、うん、枕陽キャと呼ばれるあの、うん、清少納言の枕ですけれども、この頃良くなかったみたいですね。お父さん、うん、藤原道隆が急死して、その弟の道長が勢力を伸ばして、うん、道長ね、うん、はい、少子を一条天皇に受代させて、定子側の人間にとってちょっとやばい、ちょっと不利みたいな暗い状態から明るい話題とか宮廷の洗練された美的感覚を表現してこうやってこうっていうのが出てるかなっていうのがあるみたいです。うん、定子様、そうね、藤原道長と最後藤原のお兄ちゃんか、実のにおいっ子か、おいっ子ね、ちょうど大河出てたよね、三浦翔平が本当ですか、そう、藤原のこれちかっていう相手とこう道長がバチバチにこうやり合って、最終的に道長のまあね、皆さん有名ですけど、あの政権を取る時に、うんうん、に清少納言はその藤原道長の反対側についてたから、うんうん、最後ねで定子様も25歳でこの世を去ったっていうことで、うん、清少納言はちょっと辛いところがあったんじゃないかな。そう、ラストの方は結構、うん、ね、どういうふうに、あのでも寂しそうだった、寂しいっていうか、結構一緒にその定子様が亡くなったと同時に、うん、影が薄くなってって感じですね。ね、その辺はやっぱり政治だね、うん、政治ですねさっきも言ってたけど、政治と文学がこうさリンクしてるって話を最初の方に日没さんおっしゃってたけど、うん、まさにそうだよね。本当にすごい才能が、うん、多分清少納言もあったはずだから、彼女も超優秀じゃん、ね、だって清少納言も優秀だったから、はい、独創的な作品だったから後を追うっていう人がいなかったっていうのも彼女の、ね、色濃くこう確立した世界っていうのはありますね、うん、春はあけぼの、うん、みんな知ってるって、春はあげ揚げ物春はあげ物、うん、そうそうねっていうのが、本当に才能があれば、もし今の時代だったらまあね、あのこう戻ってくるチャンスがあるじゃん、うん、今の時代だったら、うん、でもその当時は多分あったとしても無理だっただろうねっていう。どうなんですかね、うん、なんかお仕事見つけて宮廷に残る手段があったのかなかったのか、彼女、うん、亭主がいなくなっちゃったらもう特に使いたいと思う人がいなかったとか、そうね、ただ話に出てきてないだけでこうそういう仕事をしてたのかとかね、分かってないですけど、うん、私は、うん、あ確かにあんま残ってなかった、でも亭主様と一緒にいなくなっちゃったはず彼女、うん、源氏物語、はい、これ聞いて読みたくなんでぐれなかななるかなあれだね、あの政治っていうか本当にその当時の時代背景がもろ出てるっていうのが面白いね、やっぱり、うんうん、あなんか受け入れてくれる層がいるから成立してるみたいなの面白いなと、そ政治があって書き手がいて、うんうんうん、その読み手の層も周りに多分ちゃんといたから成り立ってるみたいなのも、うん、なんかすごく感じたな、うん、リアルだもんね今と違ってね、うん、だから政治が変わったら読み手層もガサッといなくなるから余計に成立しなくなるみたいなのもありそうだな、うん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 、今と真逆で
面白いね、うんうんうん、今目に見えないところに届けようとしてるけれど、うんうん、目に見えないものがリアルだもんね手で書いて、うん、そう小学校の時の回し読みみたいな感じでしょ、うんうん、それが残ってるってすごいですよねなんかリアルで残した写本で、ね、残そうと思って残したものが、うん、今もまあ何らかの形で残って続いてきてるみたいな残ってますし、うん、源氏物語のエッセンスがいろんな時代に大きな影響をやっぱり及ぼしてますし、すごいよね、はい、源氏の中から撮ってる源氏取りの歌っていうのがありますし、やっぱ失われたこの雅な王朝世界への憧れとか、うんうん、その源氏の歌をちょっと撮るだけで王朝世きらびやかな王朝世界の香りがふわってこう、うん広がる、うん、確かにだって私たちなんて経験したことないじゃん、まあ、もちろん、うん、ドラマとかさ映画とか漫画とかで読んではいるけど、でもなんか伝わるよね、うん、着物の柄にも、うん、あの牛車と、うん、絵とか五所車だとか、うんうんうん、源氏香なんかも流行ったので、そうだよね、なんかね分かるというか、うん、わってくるよね、うんうんうん、十二人みたいなさそう憧れが残るっていうのもすごいなって思う、残してくれてる人がいたっていうのはやっぱすごいね、うん、今すごい思った、うんうん、その古事記もそうだし、うん、それ以前の竹取物語もさ、だって作者不詳みたいな不詳なのに残ってるってすごくない？もしかしたら香典で残ってたのかもしれないけど、うん、物も残ってればエッセンスとして自分の作品に入れてくれてるっていうこと、うんうん、すごいよね、残るってすごいね。今現時点で1000年先のもの残ってるのかって言って分かんない、ね、残るものは残るし残らないものは残るけど、現時物語は1000年先も残ってるでしょうと思う、うん、そうだね、残るだろうね、うんうん、そう考えるとすごいね、まだ読めるしね、まだ読めるし、いろんな人が翻訳してるしね、うんうん、やっぱり日本人本好きなんです ね、うん、ね、やっぱりありますよ ね、 きっとね昔から、うん、そうだよね、なんか全然話変わるけど、うん、世界の文学をこんなに翻訳してるので日本が一番多いっていうね、うん、翻訳すごい多いじゃん、うんうん、そうか、うん、日本人が他の言語をあんまり読まないとかにもありそう、でも確かに日本語で成立してる世界がすごく凝縮された密度が高いから、ね、その言葉でやるものみたいなの完成度が高いし、うん、そこにこう凝縮していきたいみたいなもんね、うん、だから日本で翻訳されたって言ったらやっぱ世界で読まれる、うんっていう風に分かるから、うん、すごい作家さん嬉しいらしい、すごい、うん、そう、でそのぐらい本読んでる、まあ、世界、うん、本読まないって言われてるけど今日本人、うん、それでも世界から比べるといやいや全然読んでますよって、うんうん、なんかちょうどこのお話をイタミンさんからいただいた時に、うんうんうん、何でしたっけ、勉強するものって古典なんか勉強する価値があるのかみたいな、どういう言説がね、なんか出てこない、たまに出てくるね、古典漢文いらない、ね、こう波来ない、そうそうそうっていう話題がちょっとあったので、うん、なんかまとめになるようにそれを学ぶことって何なのかっていうのをお話ししようかなって思って考えてたんですけど、うんうん、今話してたみたいに日本文学を学ぶのって自分のルーツを知ることと思うんですよ、うん、なんかさっきいろんなものが凝縮されてるってタマさんおっしゃってたですけど、うん、今当たり前みたいに思ってる価値観のすごいそこにあるもの、例えば結婚を肯定してたよとか、まあ、こうやって文学では悲劇的なものも多いわけですけど、うん、悲劇的って言っちゃうってことは、あ、肯定的に思ってるんだとかね、うん、まあ、そういうことを自分が自覚してなくてもなんかこう価値観の中でおのずから染み渡ってるっていうことがあると思うんです、うんうんうん、とそういうものを書いて残してくれた人がいるのを知ると心が震える出会いが絶対あるですよね。で、うん、もうそれはタイムスリップして同じ体験をしてるのと同じ、その人がそれを書いた心に触れたも同じかなと思うので、まあ、孤独を感じやすい現代で同じ人が
時を超えて出会える手段なので本はたくさん読んでほしいなと元国語教師は思いました。今日今回聞いてくれた人が多分源氏物語のこう触り方、うん、が分かんない人もいるかなって思って、なので、まあ、日没さんにお願いして今こういう、まあ、多分背景知った方がさ読めると思うんだよね、うん、で翻訳今すんごいいろんなの出てるからまあなんかそこ別で話そうと思うんですけど、なのでその好みは決められるけど、なんでこれみんな読んだ方がいいのっていう、そのなんでの部分を知った方がいいかなって思ったので、まあ、今回お声掛けさせてもらいましたということで、ありがとうございました。じゃあ一旦ここで日没さんの会は終了ということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。もう一杯いかがですか。